農業機械、農業機械、農業機械は、機械の一種であり、落農業、畜産業を含む農業の現場で、人にとって、苦痛、困難、不可能なくらい重労働作業を補助、代行するもの。農機と略される。農業機械とよく似た意味を持つ言葉として、農具と農機具がある。農具と農業機械との違いとして、という点を指摘できる。農具と、 農業機械の区別は厳密なものではないが、という分類に意義を唱える人は少ない。足踏み式脱穀機や水力や風力を動力とする精米機を農具とみなすか、農業機械とみなすかは微妙な問題、あるいは各人の好みの問題である。農機具と農業機械の違いは、農具と農業機械の違いより一層曖昧である。人によっては、 農業機械、農機と農具の総称として、農機具という言葉を使う。軽トラックはよく農業に利用されるが、農家では資材や機材、収穫物の運搬に使われる。これらは一般には農業機械とみなされていない。野球場の聖地やゴルフ場の管理にはよく、トラクターが用いられるが、トラクターは農業機械に分類される。 カントリーエレベーターのような農業施設を農業機械に含めることもある。ハッシュ、農薬散布などに航空機を使用する例もあり、専用に開発された機種は農業機と呼ばれる。農業機械加速進法では農業機械の定義は与えられていない。この法律は農機具、農業機械化、高性能農業機械を定義している。不思議なことにはこの法律は 農機具と農業機械化を定義し、高性能農業機械の定義に、農業機械という言葉を使いながら、農業機械の定義を与えていない。農業機械の中には、車両の形態をしているものもある。これらの中には、道路運送車両法、道路交通法に有形車両、小型特殊自動車、大型特殊自動車にあたるものもある。詳しくはこの記事の節。 車両としての農業機械を参照。農具と農業機械との区別は厳密なものではなく、農具から農業機械への進歩は連続的な変化であった。それでも、18世紀の蒸気機関の発明、18世紀から19世紀にかけての産業革命が農業機械の発に与えた影響は大きい。ヨーロッパの農業では、早くから蓄力、家畜の力、 水力、風力を利用した農業機械が用いられ改良されてきた。農業機械の発展は農業経営の大規模化と表裏一体に進んだ。18世紀末頃から脱穀機、り取り機が作られるようになった。これらは当初馬を動力として動作した。蒸気機関が実用されるようになってから約50年が経った1849年には、 アメリカ合衆国のアーチャンボールとアーシャンボーが農用蒸気機関車を製作した。これは脱穀機に動力を供給するための移動式の蒸気機関であった。ガソリン機関が誕生した後、1889年にはアメリカ合衆国のケース会社 JI ケースカンパニーによって初めて内燃機関を搭載したトラクターが作られた。1885年には 刈り取りと脱穀を結合、コンバイン、コンバインしたコンバインがアメリカ合衆国のカリフォルニア州に登場した。明治時代から大正時代にかけての農業機械の導入については、府県では米作関係の調整、加工用機械が中心となった。北海道ではこの時期から各種の蓄力、人力を利用した欧米の農業機械が紹介で、プラウ、ハロー、 カルチベーターなどのほか、牧草用機械が一部に普及していた。動力を用いた農業機械については、対象年間に動力用石油エンジン、電気モーター等が導入され始めたほか、1915年に北海道斜里町の農場にアメリカホルト社製リタ体トラクターが導入されたがその始まりと言われている。また、耕運機も1920年頃から輸入が開始され、 岡山県では複数のメーカーにより自動耕運機の国産化が図られた。しかし、動力を用いた農業機械の導入が本格化するのは戦後になってからである。1953年の農業機械加速進法の制定や1950年頃からのメリーティラーの導入がそれを後押しした。トラクターは戦後、 幸運気の普及の後を追う形で普及していった。1950年、農林省が3台のファーモール製のトラクターを輸入し、各地の農業試験場で試験を行ったのを皮切りに、1952年には、フォードソン、ランツ等のトラクターや、農業用トラクターとしても使用できる、農業用ジープが輸入開始されている。1960年11月に、 経済審議会が答申した国民所得倍増計画の下では上昇する生活費を確保するために農業経営の規模拡大が衝動され農業所得の増大が見込めない農家では兼業化が加速された農業も産業として自立することが求められ農業構造を改善して自立経営農家を育成し大型機械を導入するための協業の助長が 大きな政策目標となった。1961年の農業基本法制定に、続いて、1962年から農業構造改善事業が開始された。これは、補助整備、大型機械の導入利用、選択的拡大策目の導入をセットにして、助成、融資するところに特徴があ、家計収支が上昇する中で、農業経営を自立させるには、 面積規模の拡大、あるいは資本投下など、集約度の増大が不可欠であった。これらを受け、1960年代から1970年代にかけては、トラクターの普及に伴って、各種作業機、コンバイン等の輸入が急増するとともに、それらの国産機も開発され、次第に農家に浸透していった。日本の水田稲作にあった田植え機やハーベスター、 コンバインが開発された1960年代以降、日本では農業機械が急速に普及した。現在では水田稲作の機械化は完成の域に達したという声も聞かれる。また、1980年代から素材園芸、畑作の機械化が進展し、大根、人参、キャベツ、玉ねぎなど生産量が大きい野菜の収穫機や野菜苗の継ぎ木ロボット、 野菜苗への移植機が徐々に普及している。現在のところ、日本で今後10年の間に急速に進歩する農業、機械技術、爆発的に普及する農業機械はないと考えられ、日本の農業機械は成熟した分野であるとみなされる。一方、農業機械化の進展に伴って中古農機が増加し、その処置が課題になったこと。 また農機への過剰投資を避ける意味で、中古農機の活用を奨励する必要が生じたことから、農林水産省は1979年に中古機械促進事業法を定め、中古農機の市場形成を促進するための常設展示場、または移動展示場に対し、設置費用の一部を補助する等の対策を行った。その結果、全国に多くの中古農機常設展示場、 移動展示場が開設され、一定の需要を見ている。また近年では主に、アジア諸国への中古納機の輸出が、盛んに行われている。海外の業者の間で特に人気が高いのは日本では、すでに、旧型となった1980年代から1990年代の、モデルであり、電子制御等を多用した最新型に比べ構造が、シンプルであることなどから保守がしやすいため、 一層好まれていると思われる。農業機械の種類は非常に多い。農業の形態が多様であり、農業の形態、季節によって農作業が多様であるため、農業機械もまた多様である。以下では作業の種類、作物の種類、機械の形態による分類を試みる。農業機械の特徴として、車両の形態をするものが多いということが挙げられる。 農業機械が車両の携帯をするのは農作業の対象である大地や植物を移動させることができないので機械の方を移動させて目的の作業を行うより仕方がないからである。この記事の節、車両としての農業機械も参照のこと。農業機械は雨の中土や泥の上で国使されるのである程度頑丈、剣道に作られる。近年まで 堅牢性の観点から、電子制御や電気モーターが嫌われ、カムやリンク、ローラーチェーンやベルトによる機構が好まれる傾向があった。現在日本で発売されている常用トラクターやコンバインは、電子制御を搭載している。自動車で採用された技術の1世代、2世代前にあたる、成熟した技術が用いられる。これは、悪条件下での信頼性を優先することや、 農業機械では自動車排出ガス規制や NOX 規制が近年まで適用されなかったということもある。一部の農業機械は価格の割に使用頻度が低いことで特徴付けられる。使用頻度が低くなるのは農作業が季節的なものだからである。特に稲作においては田植え、刈り取り等のスケジュールに厳密さが要求され、共同利用によるコスト低減は 難しい状況である。日本の本州中部の稲作農家の場合、150万円の田植え機を使うのは1年に5日間、400万円のコンバインを使うのは1年に2日間ということも珍しくない。日本では大型のコンバインハーベスターの価格は1000万円程度であり、大型トラックや建設機械の油圧ショベル、工作機械のマシニングセンターの価格に匹敵する。 しかるにコンバインハーベスターは年間数10日しか稼働せず、トラックや油圧ショベルやマシニングセンターが年間数100か稼働するのとは対照的である。一方で畜産機械など柔軟なスケジュールでの運用が可能な農業機械はコントラクター、作業受託組織を利用した共同利用が近年急速に進んでいる。 日本では2005年現在全国に437のコントラクターが存在し、中でも北海道等の地域では、現在農協主導で草の刈り取り、デントコーンの収穫、サイロ作業、融雪剤散布作業など広範囲な作業が委託されている。農業機械には車輪、またはクローラーといった走行装置を備え、エンジン等の動力によって自走する機能を持つものが、 ある。この中には、車両としての法的な構造要件を満たし、所定の手続きを経た上で、小型特殊自動車、または大型特殊自動車として、行動を走行できるものがある。道路運送車両法では、農耕用の小型特殊自動車は最高速度が時速 35km 未満と定められ、寸法には制限がない。小型特殊自動車には、車検制度もなく、 税制上も有利であるため、現在、ほとんどの農耕用特殊自動車が農耕用、小型特殊自動車の範囲内に収まるものになっている。中には、車両総重量が7トンにも及ぶ巨大な農耕用、小型特殊自動車もある。小型特殊自動車に該当する農業機械は、製造、あるいは輸入業者等の事業者の任意の申請により、国土交通省、 旧運輸省の検査対象外系自動車等としての形式認定を受けることができ、政権センターの評価試験部でその機能確認が行われる。形式認定番号は官報で告示されるほか、車体やカタログ、取扱説明書等に記載されている。認定番号の頭文字が、ノー零零零ーと表示されるものが濃厚用、小型特殊であり、特零零零ーレと表示される一般の 小型特殊自動車とは区別される。小型特殊自動車の形式認定を受けている農業機械は、販売店が発行した販売証明書を市区町村の窓口に提出し、軽自動車税を納付して交付されたナンバープレートを車体に表示することによって、行動を走行することができる。また、大型特殊自動車に属する農業機械は、国土交通省各運輸支局での登録、 ナンバープレート交付と2年ごとの車検を受ける必要がある。運転席があり一見して車両のように見えるが、その農業機械が形式認定を受けていないため行動を走行できないものがあり注意が必要である。例として乗用田植駅にも小型特殊のナンバーを交付している市区町村が見受けられるが、保安基準を満たして形式認定を受けている乗用た上駅は、 今のところないことから、行動を走行することができない。あくまでも、市区町村が交付する小型特殊のナンバーは、軽自動車税の課税標識であり、その交付が、行動の走行を許可したものではないことに、注意しなければならない。しかし、行動を走行しないからとナンバーの登録をしないと、固定資産税の消却資産として、課税対象となる。農耕用大型特殊自動車の運転には、 大型特殊免許が必要であるが、農耕用小型特殊自動車はその種類により運転に必要な免許に違いがある。小型特殊自動車としての登録であっても、大型特殊免許が必要な車両があるのは、免許を規定する道路交通法と車両を規定する道路運送車両法において、小型特殊自動車の定義が異なるためである。なお、大型特殊免許と県員免許は、 農耕用トラクターで技能試験を行う農耕者限定免許を取得することができる。農業大学校などで学生や一般の農業者が免許を取得する場合がこれにあった。運転免許技能試験実施基準では技能試験に使用する特例試験者として大型特殊免許では車両総重量 1300kg 以上の車輪を有する農耕作業用自動車で20、 キロメートル毎時を超える速度を出すことができる構造のもの、牽引免許では、最大積載量2000キログラム以上の非牽引車を、車両総重量1500キログラム以上の車輪を、有する濃厚作業用自動車、非牽引車を牽引するための作り及び装置を有し、かつ、20キロメートル毎時を超える速度を出すことができる構造のものに限る、が牽引しているものと定めている。 農耕用大型特殊自動車は、車検の有効期間を超える自賠責保険に加入する必要がある。農耕用の小型特殊自動車は自賠責には加入できないが、自動車共済などの任意保険には加入することができる。2006年4月1日に特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律、通称オフロード法が施行され、行動を走行しない。 特定特殊自動車に対する排出ガス規制が開始された。この法律はエンジンの出力が1 9ット、約26馬力以上の農耕用車両も対象となる。道路交通法において、時速時速3 5トル未満の農業用薬剤散布車と農耕用作業自動車は特定普通自動車と定められている。農耕用車両の乗車定員は一人。 運転者以外の乗車装置がある場合は2人と定められており、最大積載量は、特定普通自動車で積載装置を備えるものは 1500kg 未満、小型特殊自動車で積載装置を備えるものは 500kg 未満と定められている。積載物を積載する場合は、車体の幅を超えてはならず、車体の長さの10分の1の長さを超えてはみ出してはならないとされてり、 高さは車両に積載物を積載した状態で3.8メートル、小型特殊自動車では2.0メートルを超えてはならないとされている。発展途上国にはトラクターで荷車を牽引し、人や荷物を運ぶ自家用自動車の代わりに使う農民もいる。日本でも1970年代まで高天気に連結したトレーラに資材や収穫した農作物を乗せて運ぶ系が、 農村部で多く見られた。また、兵庫県の淡路島では、農民車と呼ばれる自動車の部品や農用エンジンを使って組み立てた車両が人や荷物を乗せて走っている。過去に運輸省の形式認定を受けた事例もあり、車両としての農業機会を考える上で非常に興味深い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。